ポリフォニーは複数の独立した西部からなる音楽のこと、ただ一つの西部しかないモノフォニーの対義語として多声音楽を意味する。西洋音楽史上では中世からルネサンス期にかけて最も盛んに行われた。ただし、多声音楽そのものは西洋音楽の独創ではなく世界各地に見られるものであり、東方教会においてもグルジア正教会は 西方教会の音楽史とは別系統にありながら多声成果を導入していた。ポリフォニーは独立した複数の西部からなる音楽であり、一つの旋律を複数の演奏単位でそうする場合に生じる自然なズレによる一時的な多声化はヘテルフォニーと呼んで区別する。なお、西洋音楽では複数の西部からなっていてもリズムが別の動きでなければ、 ポリフォーニーとして扱わないことが多く、この意味で対位法と重複する部分を持つ。また、とりわけ西洋音楽において、主旋律と伴奏からなるホモフォニーの対人語としても使われる。ポリフォーニーには、ホモフォーニーのような主旋律、伴奏といった区別はなく、どの成部も対等に扱われる。文学においては、ミハイル・バフチンがドストエフスキーの詩学において、 ドストエフスキーの作品をポリフォーニーの語を用いて分析している。ありがとうございます。